問題。加齢とともに老化現象の一環として歯は減っていく。歯を失う原因の8割は虫歯と歯周病です。その2つを予防すれば、高齢になっても歯を失うことはありません。現在、高齢者の歯の状態は、良い人はとても良く、悪い人はとても悪いといった状態で二極化しています。歯を失うと、残りの歯に負担がかかりやすく、さらに、歯を失いやすい状態になります。歯を残すためには若い時からしっかりとケアをし、歯の欠損を放置しないことが重要です。